ドラマの発表会で緊張しない方法などを工夫している点はありますが、僕は怖いこと言っちゃうけど、演奏したからって自分が倒れるわけでもないし、自分が死ぬわけでもないしとか思って、お、めっちゃね、その通りなんですよ。もしだからスティックを落として演奏が止まってしまっても、その瞬間ね、首がちょんって飛んで死んでしまうわけでもないんで、例えば構成ミスってしまった、止まらなあかんところで止まらへんかった、あ、やばいって思っても、まあ、そこでこう即座に切り替えて、次失敗しないように、例えばちょっと構成を、見失わないようにちょっとこうカンペを置いておくとかね、 A メロ B メロサビとかこうカンペを置いておいたりとか、ま、ね、こう楽譜を念のために置いておくとか、不安があると思った時にその不安感からこう緊張してしまうっていうことがあるので、その不安な要素っていうのを、例えばスティック落としてしまうかもしれない、曲ミスってしまうかもしれないっていう、あの力が入って、なんかね、うまく叩けないかもしれないっていう、その不安な要素を全部一回ちょっと書き出してもらって、この不安リストみたいな作ってもらって、でそれを、あらかじめ解決できそうなやつは、準備しておくみたいなね。スティック落としそうな時、スティック落としたらどうしようって不安な時は、まあ、どっかに置いておくとか、構成ミスったらどうしよう、カンペを置いておくとかっていうような感じで、まあ、あらかじめ、避けれそうなリスクはできるだけ軽減するっていうことと、あともうその本番に挑む時は、ミスったからといってもう自分が死ぬわけでもないし、そのね、そのまま気を失ってしまうわけでもないんで、ね、ミスっても、自分がこう、後悔しなければ、自分が最高の演奏ができたなと思えば、それはそれでもう大成功やと思うので、はい、もうほんまにまさにそのつもりで演奏してもらえるといいかなと思いますかね。